思議な声に導かれ開いた扉、それは旅立ちの予感。私たちは無邪気に他の世界に憧れていた。ある日、空は他の世界から来た奇妙な人物と出会う。一方、ドナルドとグーフィーは王様から鍵を持つ者の捜索を託されていた。
デスティニーアイランドが闇に飲み込まれた。リクは心を闇に委ねて姿を消し、私の心は空の中へと逃げ込んだ。そして空もまた闇に飲み込まれて、見知らぬ街で目を覚ます。
ーブレードに選ばれた空は、ドナルド、グーフィーと出会う。三人は様々な世界を旅して、闇の進行を食い止めるために、鍵穴を閉じていった。一方、リクは闇の淵で目覚めていた。
Thank you.
空の行く手に心を闇にとらわれたリクが立ちはだかる。戦いの中で空はつながる心こそが自分の力だと気づく。私の心が自分の中にあることを知った空は、自身を顧みることなく私を助けてくれた。今度は私が助けなきゃ、そう強く思った時、奇跡が起きた。もう二度と離れ離れにならないように私はお守りを渡した。
ダムハーツの扉から放たれた光がアンセムという闇を消し去った。しかし扉の奥にあった闇が溢れ出そうとしていた。ソラたちとリク、王様は光と闇それぞれの側からキングダムハーツを閉じる。そしてソラたちの旅はまだ続いていく。
陸と王様を探す旅を続けていた空たちは忘却の城へとたどり着く。空の記憶から作られたカードを使い、三人は城の奥へと進んでいく。謎の声に導かれた陸もまた城の地下で目覚めていた。空は地上から上の階へ、陸は地下から地上へと、二人はそれぞれ歩みを進めていく。城を進むほどに空の記憶は曖昧になっていく。引き換えに鮮明になっていく波音の記憶。いつの間にか空の目的は囚われの波音を救うことになっていた。陸は自身の闇に立ち向かいながら城を進んでいた。そして機関から差し向けられたのは陸そっくりの姿をしたレプリカと呼ばれる自我を持つ人形だった。偽の記憶を植え付けられたレプリカは空の前にも立ちはだかる。
空と空につながる者たちの記憶を書き換える力を持つナミネは、機関の思惑に翻弄されていく。ナミネとの思い出が嘘だと分かっても、彼女を守りたいという空の心は変わらなかった。空は記憶を戻すため最後の戦いに臨む。忘却の城での戦いは終わった。記憶を戻すことはナミネのことを忘れるということ。だけど空たちは眠りにつく。目覚めたらナミネにお礼を言うことを約束して、一方マールーシャが消え不要になったリクを消そうとするゼクシオン。現実に惑わされるリクにナミネの声が届く。闇の力を恐れず、自らの力としたリクはゼクシオン、そして自身のレプリカをも倒す。リクは内なる闇を閉じ込めることができるというナミネの提案を断り、自分の力で決着をつけることを選択する。忘却の城を後にするリクと王様、二人が行くのは光が闇を覆い隠す夜明けの道だった。
黄昏の街でロクサスは夏休み最後の一週間を迎えるはずだった。でも繰り返し空の夢を見るのと同時に、ロクサスの周りでは奇妙な出来事が起きていく。幽霊屋敷でロクサスは自分が組織から抜け出した13機関の一員であったことを思い出す。全ては空の記憶を回復するためにリズが仕組んだことだった。ロクサスの夏休みはあと1日を残して終わる。
空の目覚め、そしてメモに残されたメッセージ、王様との再会は新たな旅立ちへの導きだった。空は心から湧き上がる切なさを胸に列車に揺られていく。イエシット様から解かれる新たな脅威、13機関。彼らの目的を探るべく旅立った王様を追って、空たちもまた世界各地を巡ってゆく。
官からロクサスという名前を与えられて7日目、14番目のメンバーシオンとの出会いが彼らの運命を変えてゆく。心なき者ノーバディで組織された13機関、彼らの目的はキングダムハーツを完成させて完全な存在になること。それにはロクサスの持つキーブレードが不可欠だった。命じられるまま任務をこなす日々の中で、ロクサスはアクセル、シオンとの友情を深めていく。機関のもう一つの目的、レプリカ計画。それは忘却の城でバラバラにした空の記憶と能力をレプリカ人形のシオンにコピーすること。リクはその計画が空の目覚めを妨げていることを知る。一方シオンは自分が人形であることを知って苦悩する。機関の命令と親友のために動くアクセル。ロクサスは自分が何者か知るために機関を抜け出す。自分の記憶を空に返すことを決意したシオンはナミネの元を訪れる。人形として完成しつつあるシオンは自らの消滅を願い、ロクサスに倒されることを選択する。シオンはキングダムハーツの解放をロクサスに託し、自分の帰るべき場所に帰っていった。
の城へ向かうロクサスの前にリクが立ちはだかる。ロクサスの正体が空のノーバディであることに気づいたリクは闇の力を解放してロクサスを打ち倒す。目を覚ましたロクサスは新たな一日を迎える。
やめ